このシリーズでは Adobe After Effects を使って YouTube チャンネルのオープニング動画の作り方を解説していきます。オープニング動画を作成する場合の選択肢としては、エンバトやモーションアレイなどで AE やプレミアのグラフィックテンプレートを利用してオープニングを作成する方法や、最近ではもっと便利になっていてキャンバやレンダーフォレストなどのテンプレートサイトを利用して AE などのアプリケーションすら使わずオープニング動画を作成する人も多いと思います。 AE や Photoshop を使って自分でオープニングを作る場合、時間やスキルが必要ですが、表現の幅は広がり、よりチャンネルに合うオリジナルのオープニングが作れます。逆にスキル、時間がない人はテンプレートを使用しましょう。誰でも手軽にクオリティが高いものが作れます。この動画ではあくまで Photoshop や AE を使用してオープニング動画を自分で作る時のお話をします。ですが、一口にオープニング動画といってもチャンネルによって求められるオープニング動画は異なりますので、テイストはひとまず置いておいて、作成するオープニング動画を尺の長さ別に3タイプに分類して、それぞれの効率的な作業の進め方やポイントを3本の動画に分けて解説していきます。まず1つ目は Photoshop と AE で作る3から8秒程度の短いオープニング動画です。尺が短い分、初心者でも手軽に作成できて、実際に YouTube のオープニング動画に一番使われているタイプです。チャンネルのテイストを簡潔にアピールできるので、動画の離脱率も低く、特に内容が短い動画にはこのタイプ一択になるでしょう。2つ目は AE とプレミアで作る20秒以上の長いオープニング動画です。このタイプのデメリットは動画の離脱率が高いことです。さらに動画を制作するのに時間がかかりますし、難易度も高くなります。その代わり、番組の世界観をアピールでき、より番組っぽくチャンネルのブランドを構築できます。なのでファンやリピーターが多くついたチャンネルでは効果的です。3つ目は予告の意味を含めた20秒以上の長いオープニング動画です。動画の内容を簡潔にまとめて予告の意味でオープニングに入れ込むタイプです。 YouTube の動画の冒頭に目次や予告を入れることは非常に有効な手段で、冒頭で視聴者の興味を引くことで動画の離脱を防止できます。最大のデメリットはオープニング動画の内容を毎回変えることになるので、どのように運用していくか工夫する必要があります。今回は1つ目の3から8秒程度の短いオープニング動画の作り方を解説します。このタイプの短い尺のオープニングはどのジャンルの動画にもマッチします。一般的に YouTube のオープニングはこの3秒から8秒程度の短いものが好ましいです。理由はオープニングが長いと本編に入る前に視聴者が動画から離脱する原因になるからです。しかも作る動画は尺が長ければ長いほど当然制作の難易度も上がりますので、このタイプは尺が短いので AE 初心者の方にもおすすめです。 YouTube でオープニングを作成する理由はチャンネル名を覚えてもらったり、チャンネルの世界観を演出するためです。尺が短い分少し物足りない感はありますが、最低限のチャンネルのテイストをアピールすることはできますし、特に内容が短い動画にはこのタイプ一択になります。なので YouTube 動画の多くの場合はこのタイプの短いオープニングがマッチするでしょう。そしてこの後解説しますが、このタイプのオープニングは Photoshop と組み合わせて作業するのがおすすめです。 Photoshop でまず静止画としてタイトルを完成させます。AE では複雑なアニメーションは必要ありません。簡単なインのアニメーションをつけてあげればいいだけです。 AE 初心者にぴったりのオープニング作成方法になっていますので、ぜひ最後まで見ていってください。こちらが今回の出来上がりのイメージです。オープニング動画に限らず、まず AE 初心者にアニメーションの入り口として、私が絶対的におすすめしているのが、必要なグラフィック素材を Photoshop に集めて、 Photoshop で静止画としてレイアウトを完成させて AE に読み込んで、レイヤーに簡単にインのアニメーションをつけるというやり方です。最終的なタイトルのイメージを Photoshop で完成させてください。 Photoshop が静止画編集ソフトならば、 After Effects はその動画版というイメージです。 Photoshop と AE をうまく役割分担してオープニングを作成していきます。この AE の使い方は初心者が最初に習得するべき使い方です。 AE を難しく考えすぎないことです。 After Effects というと
エフェクトなどを使用した VFX やモーショングラフィックスに目が行きがちですが、 YouTube などの CG 制作をする上でそれらの技術はあまり必要になりません。必要になる図解などのグラフィックは Photoshop でレイアウトして、それに AE で簡単に印の動きをつけるだけです。 AE の知識はトランスフォームにキーフレームさえ打てれば大抵のものは表現できます。今回のオープニングの例で言うと、 AE 上で背伸びしたエフェクトを無理に使うより、Photoshop で丁寧にタイトルロゴをレイアウトしてください。今回は仮にこのチャンネルで丸の自由時間と題して、スプラトゥーンのゲーム実況をするときに使用するオープニングを作成していきたいと思います。今回作るオープニングはシンプルにゲームのタイトル画面風なオープニングをイメージしています。制作手順とポイントはこちらです。まず最初に Photoshop で静止画として完成図のレイアウトを作り上げることです。1枚のタイトルロゴとしてクオリティの高いものを作りましょう。ここが一番重要です。次は BGM やジングル、効果音などの使用する音の選択です。音もとても重要です。音楽素材サイトから好みのものを厳選してダウンロードしましょう。そして最後に AE でつけるアニメーションです。ですが短いオープニングに複雑なアニメーションは必要ありません。チャンネルのタイトルが見やすく、チャンネルのテーマが伝わることが重要です。なので Photoshop のレイアウトと BGM を決めた時点でオープニングとしての出来はほぼ決まります。ではやっていきましょう。作成したものがこちら。今回はイラストの描き方などの解説はしません。このようなイラストを作成しました。キャラクターのイラスト、スイッチのコントローラー、あとはプレステのボタンをイメージして丸三角四角をシェイプで作成し、バツをテキストで用意しました。タイトルを丸の自由時間とテキストで打ち、サブタイトルとしてゲームの文字、ファミコンのタイトル画面を模したイメージで作りたいので、ワンプレイヤーとツープレイヤーというテキストを作り、カーソルの三角をシェイプで作成しておきます。ベースは好みの色で用意しました。各自自分でイラストを描くなり、フリー素材をダウンロードして使うなり、組み合わせて最終的なタイトルのイメージをPhotoshopで完成させます。ここに追加でスプラトゥーンをイメージしたインクの背景をフリー素材で探したいと思います。自分でイラストを描くのが苦手な人はフリー素材をうまく利用しましょう。今回はイラストのダウンロードはイラスト AC を利用したいと思います。イラスト AC では無料会員でも1日の検索回数やダウンロード回数に制限がありますが、クレジットなしでイラストの商用利用ができます。イラスト AC のページでインク、フレームで検索します。スプラトゥーンっぽいインクのフレームを探します。素材を選ぶ際はじっくり時間をかけて選んでください。このフレームが気に入ったのでクリックして中に入ります。ダウンロードボタンを押します。ファイル形式は AI イラストレーターのファイル形式を選んでダウンロードします。これでダウンロード完了です。早速 Photoshop にダウンロードしたファイルを読み込みます。するとベクトルスマートオブジェクトとして読み込まれます。ベクトルスマートオブジェクトはどんなに拡大しても荒れないレイヤーです。これで使用するグラフィック素材が揃いましたね。では AE に読み込むためのインポート用のファイルを作成します。この Photoshop のファイルをアニメーションをするのに最小限のレイヤーにグループ化して整理します。整理が終わったら、この時点でこれを作業用の PSD ファイルとして保存します。そしてグループを統合して、これを AE に読み込むためのインポート用の PSD ファイルとして別名で保存します。名前の末尾にアンダーバー AE と入力して保存しておきます。これで作業用 PSD ファイルとインポート用の PSD ファイルを用意することができました。
AEA のインポート用のファイルに PSD ファイルを使用するのはとても便利です。 PSD ファイルならこのようにたくさんあるレイヤーをそのまま AE にインポートできるからです。 Photoshop で作成したデザインやレイアウトを崩さずに作業でき、 AE でここにアニメーションを加えることができます。この作業用のファイルとインポート用のファイルに分けることについて、説明が分かりやすいようにこの円グラフの CG で補足して説明させてください。まず Photoshop で円グラフを作ってレイアウトします。グラフィックが完成したら作業用のファイルはそのまま保存しておき残しておきます。そしてそのままフォルダを統合してインポート用ファイルとして別名で保存します。それを AE にインポートするようにしましょう。私はインポート用のファイル名には差別化として末尾にアンダーバー AE と付け加えるようにしています。インポート用のファイルは AE の作業を踏まえてアニメーションをつけるのに支障がない範囲でなるべく少ないレイヤーに統合してからインポートするようにしましょう。このようにレイヤーを統合してインポートする理由はたくさんありますが、単純にこのまま作業用の PSD ファイルをインポートするとフッテージ数がとんでもないことになりますし、インポートした時に様々なエラーの原因になります。なので作業用のファイルからインポート用のファイルを作る際はレイヤーやフォルダについたマスクやレイヤースタイルの情報は統合してしまい、誰が見ても分かりやすいようインポート用のファイルは簡潔明瞭にしておくことがポイントです。修正する場合は左側の作業用 PSD を開き修正すればいいのです。作業用の PSD ファイルは統合前なので簡単に修正が効きます。このようにテキストも打ち替えられます。修正したら作業用ファイルは上書き保存しておき、統合した上でインポート用ファイルに持っていきます。修正したレイヤーを同じ名前のレイヤーとして差し替えて古いレイヤーを消します。インポート用のファイルを上書き保存します。そして AE でフッテージを再読み込みすれば修正完了です。この方法なら差し替えも分かりやすく対応できますし、 AE も整理されて分かりやすいです。このようにファイルの作り方や管理方法のルールを決めておくと組織で作業する場合は特に便利です。こうすることで元データを失ったり先祖返りなどのミスを減らし、複数人でファイルを触る時でも混乱を避けられます。このファイル管理についてはぜひ参考にしてください。では話を戻します。今回のオープニングのインポートファイルを用意できたところからですね。これを AE にインポートする前にオープニングに使用する BGM をフリー素材で探してみましょう。キーワードはジングル、サウンドロゴです。これらの文言で検索すると今回作成する短いタイトルに合うような短い尺の BGM が検索できます。検索エンジンでサウンドロゴスペースフリーと検索します。一番上のこのサイトを見てみましょう。ポケットサウンドというサイトの検索一覧です。このように短い BGM が検索されています。上にジングルというタブがありますね。これをクリックしても同じように数秒の短い BGM がずらりと出てきます。必ずダウンロードする前に利用規約を読みましょう。このポケットサウンドでは無料で使用できる代わりにクレジットが必要なようです。今回は YouTube で使用するので概要欄にこの文言をコピペする必要があります。再生して気に入ったらダウンロードボタンを押せば MP3 の音素材がダウンロードできます。このようなサイトが他にもたくさんありますが、これが共通のダウンロードの流れです。利用規約を守らず著作権侵害の警告を受けてしまうと収益化できないのはもちろんですが、動画が削除されたり最悪の場合はチャンネルが削除されてしまうので利用規約は必ず守るようにしましょう。他のサイトでもやってみましょう。 YouTube の BGM で最も使用されているであろうドバシンドロームでもやってみましょう。右上の検索でジングルと打って検索すれば同じように短い音楽に絞って表示することができます。曲名をクリックして再生してみましょう。ではこのサイトの利用規約を見てみましょう。ドバシンドロームでは基本的にクレジットなどは必要なく商用利用できます。それでは
サブスク型の有料サイトのエンバトエレメンツでもやってみましょう。プルダウンメニューでサウンドエフェクトに変えて、同じようにサウンドロゴと打ち込んで検索すれば、大量に短い尺の音楽が表示されます。そもそもジングル用の音でなくても長い BGM の一部を部分的に切って使う方法もあります。今回はサブスク型の有料サイトのアートリストでダウンロードすることにします。検索の絞り込みには8ビットとキーワードを入れて検索してみました。するとゲームっぽい BGM が検索されたので、この中から選ぼうと思います。このように長い BGM でも部分的に使えば問題ありません。ではこの中からこちらの3曲をダウンロードしました。明るい BGM なのでオープニングに合いそうです。この曲もいかにもゲームのオープニングでありそうなイメージです。少し暗いかもしれませんが、ダウンロードしておきます。ピコピコとよりファミコンっぽくてゲームチャンネルのオープニングに合いそうな BGM です。アートリストはおそらくエンバトと同じくらい使用されているサイトで、曲のクオリティが高いのでおすすめです。気に入ったものを複数候補として選んでおいて、後でグラフィックと合わせてみて決めましょう。この動画がためになったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではこれでグラフィックと音の素材が揃ったので、 AE でアニメーションをつけていきましょう。では先ほど用意した作業用とインポート用の PSD ファイルのうち、インポート用の PSD ファイルを AE にドラッグして読み込みます。すると読み込みの設定が表示されます。この時上のコンポジションを選択すると、レイヤーを Photoshop のドキュメントサイズで統一して読み込みます。その下のレイヤーサイズを維持の方を選択すると、各レイヤーそれぞれのサイズでトリミングして読み込みます。ドキュメントサイズの方が画像を差し替えた時に画像がずれないので、基本的には上のドキュメントサイズで読み込みましょう。レイヤースタイルをフッテージに統合にして OK を押します。まずアニメーションは BGM に合わせることが重要なので、早速どの BGM を使うかタイムラインにすべて並べて再生してみます。候補に挙げた3つの BGM の中でよりグラフィックのイメージと合うものを選びましょう。再生しながらアニメーションをどうするか考えましょう。この BGM が気に入ったので、この BGM を使用していきます。使用しない BGM は消してしまいます。 BGM がいきなり始まるのが嫌なので、タイミングを3フレーム遅らせます。ではインポートしたレイヤーに簡単なインのアニメーションをつけていきましょう。まずインクベースを15フレームからディゾリで乗り換えるようにします。6フレームのフェードで薄紫のベースから乗り換えます。この不透明度のキーフレームをコピーして、同じアニメーションをカーソルと1プレイヤーと2プレイヤーのレイヤーにペーストします。再生します。次は×、四角、丸、三角の記号に簡単なアニメーションをつけます。×のポジションにエクスプレッションで、ウィグルの速さに 0.5、 量に70と入力します。×に注目してください。ゆらゆらと揺れる動きをつけられました。
このエクスプレッションをコピーして他の記号にペーストします。再生します。同じ動きを記号すべてにコピーできました。こんな感じで良いでしょう。次にこのサブタイトルのゲームのテキストの動きをつけます。13フレームでポジションにキーを打ち、乗り換わり終わりの21フレームでフレームインするように動きをつけます。キーフレームに F9 でイーズをかけておきましょう。再生します。では次にカーソルの動きをつけていきます。1プレイヤーと2プレイヤーをセレクトする動きです。カーソルのポジションに0フレームでキーフレームを打ち、1秒3フレームの Y 座標に617と入力します。2秒1フレームの Y 座標に540と入力して元の位置に戻します。キーフレームの保管法を停止にします。キーフレームを選択してコントロールとオルトを押しながらクリックします。再生します。カーソルが上下する動きをつけられました。次にワンプレイヤーを選択した時の点滅を作ります。今度はカーソルの不透明度にキーを打っていきます。3秒4フレームでキーを打ち、3フレーム後に 0% と入力、3フレーム後に 100%、 3フレーム後に 0%、 3フレーム後に 100% と入力します。これもキーフレームの保管法を停止にしておきます。このキーフレームをコピーしてワンプレイヤーのテキストにペーストします。カーソルに注目してください。再生します。セレクトする動きがつけられました。効果音がないのが寂しいのでここに効果音を加えます。ダウンロード方法は先ほど説明したので割愛します。ダウンロードサイトはエンバトエレメンツを利用しました。プロジェクトパネルを整理しておきます。では SE をタイムラインに並べます。カーソルの動きを見ながらそれぞれ配置します。再生します。いい感じです。これで完成でもいいのですが、今フェードで切り替わっているこのインクベースのインクに手前から飛び込むような動きをつけたいと思います。このフォトショップのデータでは全てのインクは統合されていますので、イラスト AC からダウンロードしたイラストレーターの元データを AE に読み込みます。インポートしてみましたが2枚しかレイヤーがなく、やはりインクは統合されてしまっています。ここではイラストレーターデータのインポートの仕方を解説します。インクをレイヤーを分けてバラバラに読み込みたいです。ではこのイラストレーターの元データをイラストレーターで開きます。レイヤーを見ると一番上の階層には2つのレイヤーに分けられています。この2つが先ほど AE に読み込まれたレイヤーです。中身を展開します。この中身を外に出せればいいわけです。ですがこのままでは外に出すことができません。イラストレーターではパスをレイヤーにしないと外に出せません。一番上の階層を選択してサブレイヤーに分配、シーケンスを押します。すると全てのパスがレイヤーになります。もう一つのレイヤーも同じことをします。これでドラッグして階層の外にインクのレイヤーが出せます。外に出して中身が空になったレイヤーは削除します。下のレイヤーの中身も外に出します。出して空になったレイヤーを削除します。そしてオブジェクト、アートボード、オブジェクト全体に合わせるにします。これをしていないとこのアートボードの範囲でパスが切れてしまうので、アートボードの範囲を広げておきましょう。この状態で別名で保存します。イラストレータデータとして保存します。 AE に切り替えて先ほど読み込んだ AI ファイルは削除します。代わりに今保存した AI データを AE に読み込みましょう。するとインクがバラバラに読み込むことができました。これにアニメーションをつけていきます。
レイヤーが多いのでラベルで色分けします。画面下のインクはレッド、上のインクはイエロー、背景のグレーのインクはアクアにしました。オープニングのコンポジションに行き、タイムラインに並んでいるインクベースを今インポートしたイラレのコンポジションに置き換えます。置き換え方はプロジェクトパネルで置き換えたいコンポジションやフッテージを選択して、ショートカットのコントロールオルトスラッシュを押します。これでレイヤーがコンポジションになりました。スケールを 150% にして画面サイズに合うように拡大します。拡大したので中のレイヤーの連続ラスタライズのスイッチをオンにします。これでベクターデータとして扱えます。拡大しても荒れなくなるわけです。上の階層に行き、コンポジションのコラプストランスフォームのスイッチもオンにします。それでは中のインクにアニメーションをつけていきます。ヌルレイヤーを作成して上ヌルと名前をつけます。もう一つヌルレイヤーを作成して下ヌルと名前をつけます。上のインクは上ヌルに親子付けし、下のインクは下ヌルに親子付けします。ではヌルのポジションにアニメーションをつけます。インジケーターを0フレームに移動しキーを打ちます。6フレームに移動してキーを打っておきます。下ヌルの0フレームのキーの Y の値に200ピクセルプラスして、上ヌルには200ピクセルマイナスします。するとこのように6フレームでインクが内側に移動するようになりました。インクが飛び込んでくるようにしたいので、個々のレイヤーのスケールにアニメーションさせます。一つインクを選択してスケールに0フレームで 200% でキーを打ちます。6フレーム後にキーを打って 98% でキーを打ちます。2フレーム後に 100% でキーを打ちます。0フレームのキーは影響 70% のイーズをかけておきます。このキーフレームをコピーして他のインクのレイヤーにペーストします。再生します。飛び込んでくる動きが作成できました。背景のグレーのインクはいらないので非表示にします。では上の階層に行ってインクが飛び込むタイミングを15フレームのところになるようにします。再生してみましょう。出来上がりです。いかがだったでしょうか。この動画でオープニングに必要なグラフィックと BGM 素材の調達の仕方を説明しました。そしてフォトショップのファイル管理とイラストレーターのファイルのインポートの仕方を解説しました。これで AE 初心者の方でも短いオープニングは作成可能です。さらに言うと、今回説明した内容はオープニングに限った話ではありません。確かにゲームや遊戯機の VFX などの仕事はフォトショップは使わず、ゼロから AE で作成します。なので例外はありますが、簡単な図解での説明の CG は今回やった、フォトショップで素材を集めて、AE でそれらに簡単に動きをつける、というやり方で作成できます。例えばテレビ局で作られている CG なんかは、ほとんどがそんな図解の CG です。番組では頻繁に説明の CG を使うことが多いですからね。なのであなたが YouTube で自分で番組を作った時に必要になるのは大半がこの簡単な図解の CG でしょう。私のこの YouTube の編集でも大半がそんな図解の CG です。このチャンネルは AE の技術を紹介する動画なので炎の作り方とかをやってますが、実際炎を自分の YouTube 動画で必要になる人は少ないでしょう。 AE といったらどうしても炎などのエフェクトやモーショングラフィックスに目が行きがちですから仕方ないですが、今回紹介した AE の使い方が最も基礎としてあることを覚えておいてください。それを今回はたまたまオープニングを例に出してその一連の作業を紹介してきたというわけです。もうあなたはどんな発注が来ても怖くないはずです。フォトショップでレイアウトを作り AE で簡単にインの動きをつけるだけです。ぜひあなたもこの方法でオリジナルの短いオープニングを作ってみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。